5月7日国立競技場で日本選手権1万メートルが行われます。男女ともにランキングトップは大学生ということで、今回の動画はその大学生を中心に見どころとともに大学生が日本代表としてオレゴン世界陸上スタートラインへ立てるかどうか最近のレース結果を踏まえて解説紹介していきたいなと思います。男女合わせてね見どころを、紹介していきますけれども、学生でオレゴン世界陸上参加標準記録を突破しているのは3名の選手。男子は駒澤大学4年生の田澤廉選手、女子は拓殖大学2年生の不破聖衣来選手と名城大学4年生の小林成美選手、こちらの3名の選手がね、すでにオレゴン世界陸上参加標準記録を突破済みということで5月7日に行われます日本選手権1万メートルで3位以内に入れば自動的に内定が決まるということになりますけれども、こちらをね、少し解説紹介していきたいなと思います。男子からね、紹介していきます。男子は駒澤大学4年生の田澤廉選手がランキングトップで、オレゴン世界陸上の参加標準記録を突破済みということで、田澤選手1万メートルに関しては日本歴代2位の好タイムを昨年12月にマークいたしました。そして男子1万メートルでは唯一の参加標準記録を突破しているということで、まあ非常に有利ですよね。まあ、有利な点は3位を確実に取りに行けばもう世界陸上は自動的に決まるということで、他の選手は参加標準記録も突破しなければならないということで、順位争いだけではなくて標準記録も意識しなければならないということで多少プレッシャーがあるということなんですけれども、ただ絶対に早い展開にはなるということで、早い展開になることは間違いない。ここを乗り越えられたら田澤選手まあ最強というかね、また一つ階段ステージを登るんじゃないかなと私は見ております。まあ、この田澤選手に対抗してくる選手もたくさんおります。代表的な選手でいうと、ホンダの伊藤達彦選手、旭化成の相澤晃選手、こちらの2名の選手は、昨年の、夏行われました東京オリンピックの日本代表ですから、まあ、非常にね、田澤選手のライバルになってくるんじゃないかなと思いますし、ラストも強いんですよね。伊藤選手はラスト1周ぐらいでものすごいスパートをかけてくる、その上でしっかり粘ってくるんですよね。このあたりが田澤選手のね、かなりフィジカルを、攻撃してくるんじゃないかなと、かなりダメージを田澤選手も負う可能性はあるというふうに見ております。そして、旭化成の相澤晃選手もラスト強いですよね。まあ、ラストの直線でいうと割と力を発揮しますし、あの調子がいいとね、その前から仕掛けてくるんですよ。で、スピード持久力が非常に優れた選手なので、そのまま押していけてしまうんですよね。だから田澤選手が少しでも調子が悪いと置いていかれてしまう可能性もあるということで、まあ、相澤選手もねしっかり練習詰めてるということなので、かなり強力なライバルになるのかなと思います。でもこの2人に負けても3着はあるんじゃないのっていうところなんですけど、非常にね相澤選手は特にねリズムがいいというかペースが安定しておりまして、誰かがうまく噛み合って相澤選手に乗っかってしまうと、3着取りっていうのがね難しくなったりしますから、田澤選手も絶対3着っていうのは、まあ、確定ではないですよね。ただ、まあ、先日の 5000m を見てもです、非常に調子は良さそうなので、まあ、田澤選手がね負けるっていうのはなかなか考えづらいとは思います。負けるというのはね3位以内に入りから漏れてしまうというのは考えづらいのかななんて思っております。ということでね、まあ、田澤選手ぜひ3位以内になって、まあ、オレゴン世界陸上ぜひスタートラインに立ってほしいなというふうに思いますし、まあ、1万メートル男子の中では一番近い存在なのかなというふうに思います。まあ、ただね個人的には勝負にも勝っていただきたいなと、伊藤選手相澤選手を中心とした実業団トップランナーにね田澤選手、まあ、勝っていただきたい、そんなふうに思います。注目したいなというふうに思います。そして女子1万メートルを見ていきたいと思います。まずはランキングトップの拓殖大学2年生の不破聖衣来選手、
唯一の30分台、こちらの記録も田澤選手と同じく日本歴代2位の好タイムです。ただですね、今年の1月中旬にアキレス腱の故障が発覚しまして、そこから3ヶ月間練習はストップということで、今非常に状態は良くないと思うんですよ。そして女子は何と言っても5名の選手がオレゴン世界陸上の参加標準記録を突破してるんですよね。あ、不破選手を含めて5名ですね。なのでライバルは4名います。日本郵政グループの廣中選手、そして資生堂の五島選手、ワコールの安藤選手、名城大学の小林選手、こちらの4名の選手のうち2名に勝たなければいけない、プラスその他の選手にも負けられないということで、かなりピンチなのかななんて思っております。まあ、1月の中旬から3ヶ月間練習が積めなくて、まあ、4月に入って練習がスタートされたということです。そして4月上旬の、学生個人選手権では 5000m に出場、17分30秒という結果で終わりました。ただですね、こちらの17分30秒、ただ全力で走った17分半ではなくて、1キロあたり3分30秒を刻んでの好タイムでした。このタイムでした。ということでね、まあイーブンペース、絶対に垂れることのない1万メートル、この先もあるんだよという距離を見据えてのペース走だったということを踏まえると、学生個人よりは状態は上がるんじゃないかなと思うんですけれども、ただですね、17分30秒って85秒ペースなんですよ。それよりも10秒以上早い、1周10秒以上早いペースで、なおかつ倍の距離を走らなければならないということで、不破選手、まあ急ピッチでね、調整を進めてるとは思うんですけれども、かなりピンチというかね、大変な壁が待ってると思います。まあでもね、やっぱりまだ若い選手、10代ですから、まだそんな選手がね、夢を追いかけてますから、ぜひみんなでね、応援しましょう。まだまだね、ここで終わるような選手ではありませんから、未来を見据えて、どん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 挑戦していただきたい、そんな風に思います。そして最後、女子1万メートルの大学生は小林成美選手、名城大学4年生です。小林選手、私の中では大学生の中で一番チャンスあるんじゃないかなと思っております。そんな小林選手、2月のクロカン日本選手権ではクロカン日本一に輝きました。まあ、ライバルとなるはずだった不破聖衣来選手と、田中希実選手がね、棄権しましたから、まあ本当に敵は自分だけだったと思うんですけれども、まあ本当に見事優勝を果たしましたよね。4月に行われました学生個人選手権では1万メートルで優勝、タイムは33分台だったんですよ。このタイムを見たり、まあちょっとね、最後競り合いのなる部分も生まれたので、まあ調子が悪いんじゃないかなっていう人もいると思うんですけれども、おっしゃる人もいると思うんですけど、まあユニバーシアードのね、代表選考会となってるんですよ。なので確実に勝ちに行ったんじゃないかなと私は見ております。ということでね、まあ33分台っていう部分で不安は残るような、イメージを持たれる方いると思うんですけど、私の中ではただ勝ちに行った展開の33分台だと私は思っておりますので、まあ、小林選手は今全然調子悪くないと思うんですよね。ほとんどレース学生個人から出てないんですよ。ただこれは日本選手権に向けて調整してるというところだと思いますけれども、他の名城大学勢、同級生の山本選手をはじめ、ルーキーの米澤選手、なぎら選手あたりもね、非常に調子好調を続けておりまして、一緒に生活続けて一緒に練習をしている小林選手もね、間違いなく調子いいと思うんですよ。ある程度合わせてくると思いますので、まあ女子は先ほど申した通り、全5名の選手がね、全5名ではないですけど、5名の選手が参加標準記録突破しておりますから、まあ小林選手もね、このうちの何人かの選手に勝たなければ世界へ行けませんけれども、まあこれだけメンバー揃ってますから、おそらく早い展開にならない可能性もありますので、まあ、小林選手冷静にね、見極めていただいて3着取り必ず達成していただきたい、そんな風に思います。ということで今回の動画は5月7日国立競技場で日本選手権1万メートルが行われますが、男女ともにランキングトップは大学生、並びに見どころとともに大学生が日本代表としてスタートライン立てるかどうか、世界陸上を見据えた解説をさせていただきました。
田澤選手、不破選手、小林選手、ぜひ注目してみましょう。以上、